はい、皆さんこんにちは。今日はですね、チーズ食パンを作っていきたいなと思うんですけども、まあチーズいつもね、こうとろっとした感じのチーズをね入れたパンが多いんですけど、今日はゴロゴロっとしたチーズが入ってまして、で今日生地にもたっぷり牛乳が入ってますんで、このね牛乳入りの生地とチーズがすごく合って美味しいパンですので、ぜひお試しいただければなと思いますね。まあ、なんか食パンね、まあプレーンのものもいいんですけどね、こうチーズが入ってるとそのまんま食べれてね、何も塗らずにそのまんま食べれて結構良かったりするんで、まあ作っておくのもありかなと思いますんで、ぜひよかったらお試しいただければなと思います。はい、それでは成形をやっていきたいと思います。で、今回事前に準備していただきたいものは、まずはチーズですね。だいたい1センチ角に切ってるプロセスチーズを用意してます。はい、プロセスチーズの方は溶けにくいので、今日はちょっとゴロゴロっとねした感じで入れたので、うん、このプロセスチーズを使っていきたいと思います。ちなみに今日使ってるのは 6P チーズですね。プロセスチーズって書いてるよってあれでもいいですよね、ベビーチーズとかでもいいですよね、うんうん、ベビーチーズだっけ、うん、あれでもいいですよね。この種類別っていうところにプロセスチーズって書いてるものを選んでください、はいはい、それと今日は食パンなんでいつもの一斤型使っていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まず閉じ目を上にしていきます。これを今日は横が15センチで縦が24センチの長さに伸ばしていきます。はい、長方形です。長方形、まずそこまでやっていきます。はい、ここにチーズを半分乗せていきます。はい、全体的に乗せていいですか。うん、用意してる半分もね、難しいよね半分大体片方も少なくて、ここから巻いていきます。
閉じ目を全部閉じてあげます。で同じようにもう一本作っていきます。はい、あこれで一個終わり。うん、はい、でもう一個同じようにやっていく。はい、こんな感じで2本用意できたら、はい、これを十字に重ねます。こんな感じです。そしたらこれをねじっていきます。はい、山ができている状態にこうねじってあげます。はい、でこの状態だと肩に入れていきます。はい、で肩に入れていきます。はい、肩に入れた時もこんな感じで三つ山がしっかり残るように入れてください。はいはい、でこれで成形完了ですかね。はいはい、で肩に入れたらラップと濡れ布巾をかけて、これでいいじゃんこやっていきます。はい、それでは二次発酵が終わったんですけども、発酵の目安としてはこんな感じですかね。全部の山が、はい、この肩の高さ、はい、まで膨らめよう、うん、はい、でこれで OK ですね。はい、これに卵を塗って焼いていきます。はい、卵を塗り終えたら、はい、ここから焼いていくんですけど、はい、焼いて大体10分ぐらい経ったら、はい、途中でアルミホイルをかぶせて焼いていきます。焼き色調整する感じですね。そう、焼き色見ながらやってください。はい、では完成しました。どうでしょうか。このツヤツヤなところが美味しそうだよ ね。めっちゃツヤツヤで綺麗な食パンが焼けました。ちょっとまだね、今焼いたばっかりなんで中身は後でねちょっと確認してみますけど、まあ、こんな感じじゃないかなという映像が今流れてるんじゃないでしょうか。はい。ここのなんか白いラインすごい綺麗な感じでいいですね。うん、美味しそうです。このパンね、食べてみると、うん、しっとりしてて、はい、美味しいんだけど、はい、あの成形もやりやすく、なんかベタつきにくくって、はい、成形もしやすいのでぜひやってみてください。おすすめですね。まあ、なんかトーストしなくても結構そのまんま食べれるような感じでね、うんうん、いいですよね。そのまんまの方が美味しいかもしれないね、もしかしたらね、うん、トーストするよりこう柔らかくしっとりしてる感じのパンなんでね、まあ、チーズとよく合いますよね。はい、ということで今日はチーズ食パンを作ってみました。まあ、先ほども言ったみたいにね、こうしっとりとした生地にこうゴロゴロっとしたチーズが入ってまして、とっても美味しいパンになってますので、まああと比較的ね成形も簡単になってますので、よかったらお試しいただければなと思います。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。